12月19日のケリヒメスイーツ。昨日はねサボったわけじゃないんだ、今日もなんだけども、ちょっとねこのアプリ系の録画にかなりまずい問題が生じている。カクカクがひどすぎないかね。最近っていうか、あの有線のケーブルがぶっ壊れて、変換のケーブルね、でしょうがなく前使ってた無線のやつとかに切り替えたんだけども、そっちがね、まあもともとね無線ミラーリングなんてカクカクとか音がずれるとかザラにあったんだけども、まあ許容できる範囲かなと思ってね使ってたんだけども、ちょっと許容できない範囲になってきたねでもね今は変換ケーブルだいぶ安くなってるから、前はねアップルがあの本当殿様商売ばっかりしてて、まあ今も一応アップル製品なのかな、前ね5000円ぐらいしたんですよ変換のケーブル。それがあの2000台だかそんぐらい安くなってたんで、まあそのケーブルがねちゃんと合ってるかどうかわかんないけどそっちで切り替えかな。また有線の方がね、うん、圧倒的にいいのは分かってるんで、だもんで、まあケリヒメ一応やるけど、こういうねちょっとカクカクが多いかもしれんので、今まで以上にあのもう画面とかそんな気にしないでいいです。あのケリヒメのことに集中するとあのねカクカクでねストレスやばいと思うんで、俺が喋るだけのラジオ動画だと思った方がいいゲームとは、ゲーム実況とは、だって俺は悪くねえだよこれ。今までできたのに、何もしてないのに壊れた状態ですよ本当に。でね今日木曜日なんですけども、普段ね木曜日のだとその更新があってってありますけど、今回はまたね、というか最近多いよね、ちょっとアップデビューが違うと。明日金曜日にメンテがあるようで、今度はちゃんとねアップストアの反映すぐ終わるかな。なんかアップデは終わってるのに、そのアップストアの反映が遅くてプレイできないみたいなね結構あるからね。最近なんだっけ FGO だっけ、それもあったよね。ほんとそういうとこアップル、そういうとこやぞってやつだよでもって、ただステージに関してですけども、にゃんこステージも、うん、あのこのクリスマスステージも、まああと6日というちょっと特殊な感じだけども、あでも6日とほにゃらら時間、うん、24時間来てるから普通にあと1週間と考えればいいかな。うん、なのでそんなに大したね更新はないと思うんですよ。ただ今にゃんこステージ、間違えました、スタースイーツストーリーとかで獲得量アップとかやってるんだっけかな、なんか特攻キャラいらっしゃいますかね、いません、帰りましょうスタースイーツストーリーはほんとね雑にしかプレイしてないんで、討伐ステージもそうだけども、にゃんこステージ乱入ボス、あーここ乱入ボスまだやってないね、アイテムとプレチケだからやっとくか。というかもうそろそろ50枚たまるかな、そしたらまた、うん、明日の更新でなんかいいのが出てたらちょっとガチャるのもありかな。あこれは何がダメだった、偶発だったか、あれ何もついて、あついてるついてる、偶発だから強戦士を撃っていたとしてもダメになる、見づれー、これさ名前のやつでさ偶発が見づらくなってんだけど縮尺にもよるけども、ちょっとこれはちょっと悪い仕様ですよ。でねこのニャンクステージね、とても邪魔なのが敵キャラがね、あの時間という邪魔をしてくるから早めに倒しておくが吉と。これねプレイしてる分にはスマホ端末を見てる分には問題ないんだけど、ほんとね申し訳ねえのやつパワーバスか、これも見づらいな、うっすら色が見えるけども。そしてキャラ戦をちょっと早まったね。普段だったら楽に倒せるけども、奥のやつ残り1だったのかな、
いやーこれやっつけきれないだろう。ちょっとこれストレスがたまるね。この画面を見てるみんなはもっとストレスたまるだろうっていう。ちょっと無駄に時間かかるんでちょっと編成を変えます。というかもう5、6分経ってるからこれぐらいでさらっと終わってもいいんだけどね。ちょっと短すぎやしないと思うかもしれんけども、まあこんぐらいがちょうどいいんですよ。そして親切トナカイドレス、ふわもこトナカイドレス、まだねレア度の高い方がまだゲットできてないんで 40% でいけるかな。どっちだ。あーダメだった。 15% でもダメだったか。 40% だったらあれだぞ。パワープロだったら間違いなくアキレス腱断裂してるぞ。お、できました。スパロボだったらね、スパロボね、敵の命中率80でもねバンバン当たるからね。そういうのあるよね。さてちょっとこのまま進めてもね双方にとって良くないんで、かといってね、まあ、日刊動画なんだでね、いきなりあげませんって言ってもね、なんかなんで今日ケリ姫動画上がってないんだろうって思う人もいるかもしれので、うん、一応お知らせとしてできるだけ早くちょっと対処しようと思います。まあ、数日はもしかしたらこれに続くかもしれんけども、まあでも他の動画がね上がってはいるんで、そっちでちょっと上をしのいでください。ケリ姫スイーツ動画にのねフリークの方には申し訳ないけども。そしてプレシカ50過ぎてたんで、明日の更新のガチャがなんかいいやつだったら回そうと思います。そんな感じで今日はここまで。また明日。